とかはね、ないよ。化粧水と、まあ紹介してくるマツコの化粧水は500円玉だって。500円玉ってどのぐらい？このぐらいかな。見えない。新調子ふっくらうるほかたい。乾燥が気になる方は重ね付けをして、ほかての色にぴったりつゆつくのが目安です。あ、すっごいドロンとしてるわ。なにこれ。
次高める、高める、高めるとって、美容液です。潤いレベルを引き上げ、ピンと張り肌。あ、これ今度ロールプレイでやってもいいな。ディープモイスチャーエッセンス、ツープッシュ、ワンかツーだって。やってみる、こんな感じ。あ、かわいいね、広がって宇宙っぽくていうね。はい、ワンかツー、ん、ワン、顔全体伸ばせるかな。この2つで顔全体伸ばせるかな。あ、伸ばせるか。あ、うるおう、うるおう。目元、口、目がここか。強く押さないんだって。なじま、つぶしじゃ足りない。多分若いみんな世代はもうワンプッシュスペシャルだな。口元、目元、あ、ちょっとこう、もったいないな。の方も描くの、こんな感じかな。シワじゃないな。髪立つ、手にも首にも。次、美白。美白ってどれだ。今なら特別これがついてきますっていう言葉に弱いよね。
タグ。めくられたカード。シュッシュッシュ。ピーハーク。知ってる？埼玉のラッパー。面白いから DVD 見てね。埼玉のラッパー。安藤サクラとか面白いよ。シュッシュッシュ。めくられたカード。そのバンド。次あれお試し袋あったビアーク、こんなにちょっとでいいの？見て見て、小指くらいだって。こんなちょっとでいいんだ、マジ本当に。うこぼれそうだった、もったいない、もったいない。どうすんのこれを。顔全体に気になる部分に薄くなじむ。これ顔全体無理じゃん私の場合。シミを防ぎながら、シミやくすみになる部分は紫外線をアピアスい部分にしっかり重ねつけたって。あーでもなんか染み込んだ感じする。ちょっと1ヶ月後楽しみだな。はい、はい、これはライスホワイトニンククリアエッセンスでした。次なんだって。5番6